はい、えー、超一太郎です。えー、少し前の動画でね、あの、ご指摘していただいて誠にありがとうございます。風雪のルフだとかね、言われてね、へえ、そういうことがあるんだ。え、捕まるかもしれないって言って、え、ワクワクしますね。まあちょっと私もね、調べてみたんですよね。風雪のルフとは、特定の有価証券の価格を上下させる目的で現実に存在しない虚偽の情報を多数に広めることですって言って、 まあ、あの、あの、グーグルで、ええー、私の取引先のグーグルで、私の取引先のね、グーグルで、ええー、ここ、大事なポイントですよ。私の取引のグーグル先でパッと調べると、もうそこでトップページに出てくるのがこれですね。へえ、ね、このような情報は市場の信頼性や健全性を大きく阻害するものでまた実際に投資家が投資を判断する際に誤認してしまう可能性があります。へえ、そうなんだ。ね、仮にこれに抵触するとどんな、あの、量刑になるのかなと。ね。 違反すると、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金処される。法人等の代表者、使用に、使用人の、その他従業員が、その他法人の業務をまた財産って書いておく。うん、10年以下なんだ。実際これどれぐらいのって。いや、それ大した罪にならないよなと思って、仮に、仮に、ね、ご心配いただいてるように私が、そのようになったところね。まあ私、執行猶予になるし、罰金なんで、 前科三半が四半になるぐらいで、三が四になる、前科四半ってなるぐらいで別に気にしません。おそらく保釈も効くようですし、えー、執行猶予も罰金ぐらいはこれ払えるんで、別に。<laughs> はい。あの、箔がついていいんじゃないですか <laughs> ええへへそんなことぐらいでね、どうこうするぐらいで喋ってませんよ。まあこれは冗談なんだけど、あの、犯罪要件として、ね、いつ誰がどのように行った。まあ、株のことは皆さん詳しいのか知りませんけど、実際ね、 刑事事件のことに関しては、あなたたちより私の方がちょっと知識もね、経験値も高いんじゃないかっていうことで、え、これでやれるものならやってみろって話ですね。はい。まず、この YouTube なプラットフォームっていうことで、私が配信しているっていう形です。で、ここのところは具体的にどのようなことを言ったかっていうと、私はそこを定職するとかギリギリ。まあ、これね、いいですよ。今からなんか証券なんとか監視委員会とかな、これ検察がやるのかな警察がやるのかなこの場合って。 当該の私がこれ発信してる地域のとこから特定してやるのかな。おそらく立件すんでも1年ぐらいかかるんだけど、やれるなら早くやってほしい。この2、3ヶ月で。なんでかって言ったら、この2、3ヶ月でおそらく、まあ私、講談社、フライデーからね、えー、発行してる単行本が出るんじゃないかっていう話になってるんで、そこのところの出るとこぐらいに逮捕してほしい。なんなら。で、どっちみち20日で出てこれるんで、そうするとバーン伸びてね、もう、もう大、こう、大バズりですわ。 めっちゃ売れる。今私が持ってるブランディングで一回逮捕されない。ここでどっかで逮捕されたら、絶対に話題になる。ね。もうこれ、YouTuber 系の弁護士さんたちも応援してくれると思うんで、皆さん面会来ていただいて、全部喋ってもらう。私、記憶力がすごくいいので、紙はなくて、こう、もうね、今警察だったらね、逮捕されて令状を持ってこられるとか全部覚えていて、 誰がどのように、どういうふうにやったか、実際の逮捕っていうことは全部話ができます。送検される、48で送検されて、検察庁行ったり、裁判所行く様を全部見て喋りたい。ね。で、ここなんですよ。私、一回パクられないから、何でもいいか間違ってでもってずっと思ってたんですよ。そうすると、やっぱり、なんか、なんかエロ行為だとか、なんか逮捕した、そういうのとか、なんか、泥棒も嫌だし、覚醒剤も嫌だし、そんなん、そうするとさ、 一応さ、まださ、なんとなく耐えれる犯罪って、あの、脱税とかさ、証券取引書とか、なんか、そ、か、まだか,かっこいいって言っちゃう悪いけど、まだいいじゃん。なんか、なんか、特、特、なんか、どうか被害がいるわけ、被害者がいるわけじゃん。なんか、殴った蹴ったとか脅したとかさ、YouTube で脅したっていうことを言ったって、なかなか立件されないんだよな、ガーシーさんぐらいで。 直接、これが、だから、これでいけるなら、やったらっきーじゃんっていうふうに思うんだけど、ちょっと、あの、いけませんかねこういう考え方。で、あの、別にそれなら全然、あれなんで、これがなるのかなっていうのは、私が言ったことに、いろんな、あの、コメントがついて、もし、あの、これ申し訳ないんだけど、これ、私の、あの、お店なので、私のお店の中に来て、えー 従業員に対するクレームとかコメントをやらないで、あなたが私のことに何かあるなら、自分で発信なさったらどうかなと思うんです。ね。で、仮にですよ。仮に、ね。仮にこれは何とかのルフっていう罪名にな、なるのかもしれませんけど、これ違ってた場合、私が言ったことでも少しでもこれ事実があった場合、あなたたちは私に対する誹謗中傷になりませんかっていう話なんです。 はい。だから私はこの件に関して、謝る気もないし、撤回する気もないし、これを、あと下げる気もなんか頭ございません。そんなことしたこともないし。ただ、当該のご本人だという人が、ちゃんとこういうふうに名乗る会社の関係、これはおかしいんじゃないんですかっていう話し合いの上で、明らかに私が当人ですよ。ね。だ、言うならそれは考えますよ、当然。 私は当たり屋なんで。当たり屋なんで、ぶつかって事故されりゃ、そりゃ、その、当たり屋でも、ね、近所の人が出てきて、お前どうのこと関係ねえじゃねえかって。俺は当たり屋なんだ。そのやった人と警察に言われるならわかるよ。うん。だけど全然関係ない人がお前どうのことって関係ねえもんね。うん。そうなんですよ。うん。当たりに行ってるんですから,から。だからその当人の人とは、 ま、あ保険屋さんと本人ぐらいの話ですよ。外野が行って当たり屋だってそんな外野から言われることはないんで。ねえ。<laughs> ちょっとひ、表現の仕方がまずいんだけど。ねここね。えー、そうなんですよ。お前こんなことって。いや、あのね、一応私これ無罪主張しますから、ね。あの、そうなんですよ。私のこれ。まあ、Google、YouTube はそこ関係ない後に話をしますけど、あの、講談社っていう会社は素晴らしい会社で別にほんの、あの、 従業員の方が、あの、まあ、殺人事件っていう形になっても、本人が否認している以上は、そこは社員という形の、まあ、機関があるんで身分としては信用してくれる会社で、私がやってないっていうなら、打ち切りとかそんな簡単にならないですよ、絶対に。だって、私の主義主張の中で、言論の、の、が言える範囲で喋っていることに対して、それがどうこうなるなら、判決が出るまでは、そんなことならないです、絶対に。はい。話してませんよ、私はこれ編集の担当の人と。こんなことではならないと思う。なるなら、 っていうのは私がもともと株価を操作しようとした意図がないですよ。私株も買ってないし、その会社がどうだとかわからないですもん。正直言って。いや、なんでこれ話すことになったかって、それは、そこの、そこは私は言えないですね。だって言えないことをここで言うことじゃないもん。捕まってから言うもん。そんなんだって別に。ねうん。だってここで言う必要が全くない。なぜこれに至ったかなんて言ったら、私じゃあいちいち何か情報を持って調べることに対して、奴レされるからこうなって言う必要もないもんね。 そうですよね、うん。ここで言うことでもない。そ言そ,その信用があるから、いろんなとこから連絡があって、いろんな人からお話をいただける。私は今までの業務の中、たまたまこれ株に関係するようなことになったっていうだけで、私は株のことを指南してるわけでも何でもない。まあ株ね、ゼロって言ったらね、LINE の株で買うやつで、東急電鉄かなんか、あの、1万円ぐらい持ってますそれぐらい。 ずーっと掘ったらかしてる。なんか、半年に一回ぐらいふ、はがきが来るぐらいかなそれぐらいなの。その、なん、なんとかよくわからない。株なんで。買ったこと、それぐらいしかない。ずーっと1万円、うん。ビットフライヤーもあるけど、ずーっと10万円ぐらいビットコインがあるだけ。<laughs> 何でもやってみたい。何でもや、株も1万円、ビットコインも10万円ぐらいなのかなうん。見てもない。うん。そんな感じ。うん。 ねまあ、そんなやり方してるから。だから別に、だからなんで私これね、面白いコメント見てるの。ねあの、もう取り下げろとか謝れる。いやー、これそっち側の関係者かなと思うと、意外とこれ私調べれるんで、そうすると昨日今日のコメントの人たちじゃないんで、あ、本当にそう思って心配してくれてるのかツイッターも何件か来てますよ、DM で。ツイッター DM は、割とこれ、あの、心配してくれてる人が多いかな こう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 気をつけた方がいいですよ。こうですよ。と、こうこうこうっていう風で、これはこうって。だけどもう言っちゃったもんはしょうがねえよな。うん。こんなことでいちいち取り下げるぐらいだ。こんなことやってないもん。日に2本も3本も、もう5年もやってて何千本って上がってるやつだもんでしょうがない。これが罪だって言われたらどうぞ仕方がない。これはやり方だもん、生き方だもん。だけどどなたかを傷つけるっていうのは全わからない。ご、本人がそうだ。だけどこれ本人わかるんかな。 だって、一つのコメ,コメントのことだけで言,言いますよ。その、何人かの人はこれだ、こうだ、こうだって言ってるけど、ある人は何言ってるんだかわからない。私は不安でもないし、アンチでもないけど、今回のこの話は何言ってるかわからない。だから、普通の方に言わせたら、ほとんど何言ってるかわからない話をしているんですよ、実はこれ。はい。 わからないイ、イニシャルだろうが立件されるものはされるんでわかってますよ、そんなことは。そんなことは分かって、言った時点で相手が、あの、不快に思えば不快なんですよ。ね。そんなことはわかってます。ね。ぼやかして言おうが何しようが、当該がわかるような言い方すら言ってるわけですよ。でも、あからさまに言うのとこれとは違う。ただ、その私が投げかけたコメントに、あの、言葉にコメントで返ってきてるわけじゃないですか。ね。そこまでが私の責任かって言われたら、そんな、 例えばね、私が言ったぐらいで株価が変わって事件になのならね、ちょっと思い出してみてくださいよ。ね。今、トヨタ自動車、私引き合いがトヨタとか NTT とかでかい会社をわざと出すんですけど、こういう時に。ね。EV 戦略でみんなクソミスに言っていましたよね。前社長のこと、今会長の。ね。ところが今評価が変わってますよね。トヨタの EV 戦略が、ね、正解だったって。あれだけみんな言ったこと、それが風説のルーフにならないですか、これ。 あれで株価下がったんじゃないですか一切、一回。違いますじゃああれ言った人ってみんな風雪のルフですかねじゃあ今回は規模が小さいからなるんですか私が言ったことが。どうなんですかこれ立件しにくいですよね。どこの判断基準でどうするんですかねそうなんですよ。それと、ここです。もう一つは、さっき私が Google ググ、Google ググ、Google って言ってるのは、これは、 Google、そして YouTube のプラットフォームを借りて言っていて、ここの私が話すときには審査がかかっていいか悪いかっていうこと、広告がつくかつかないかっていうことがあるんです。これ広告ついてるんですよ。YouTube の基準では OK になって言うんですよ。簡単に考えてるかもしれませんけど、どの広告、どの投稿もどの動画も広告がつけれるという形にするっていうのは簡単じゃないんですよ。 悪口ばっかり言ってるようなこととか、誹謗中傷だとか、特定の人を貶めるようなチャンネルには広告がつかなくなるんですよ。っていうことは、Google 社としては OK になってる。で、ここのところがダメだって言うのは、なぜこれがダメだった。審査をかけてるところにも問題がある。そもそもこのプラットフォームがダメだっていう話になってくると、これを私は、これ Google の側を応援してくれて、じゃあダメだって言ってる人は誰なんだっていうことで、 今コメントを入れてる人たちは、これを私に対して批判してるのは、どの論、どの根拠があって言ってるのかって話になります。で、私、ここもっと YouTube のすごいところは、このコメントだとか、こういったことが下がった数字とかで、精神が病まないようにってすごい気使ってるんですよ、これ。こういう大丈夫ですか大丈夫ですか今こうじゃないですかいや、もうこの,このコメントに傷つきました。私はもうやる気がなくなりました。できませんって言ったときに、 あなたたち逆に責任取れますかって話。だ、だ、それこそ、スッとコメント消してそのまま。だって、私に誹謗中傷とか違うことを言って、ね、謝ってきた人なんかいないですよ。でも私は過去のところに曲が間違ってたら間違ってたって撤回もするし謝罪もしますけど、今回のことでこうなってくるなら、当人以外のことでする必要はないですよ、これ。なんでやらなあかんのって話なんで。うん。 だって、もともと言ってるように、だいぶ私も言ってることが間違ってるんで、上場してるのか知らないのか、そんなこともわからないで喋ってるんですよ。言っちゃあなんだけど。ええ。勉強の落書き程度のレベルの会話なんですよ。これ、私が今回のことは。なぜな、だからサブチャンネルってやってるわけですよ。メインチャンネルとサブチャンネルとそれぐらいの違いがあって私も分けてやってるんですよ。それに対して何千再生もなってるっていうのは、ね。その関係者の人しか見てないわけじゃね繰り返し。これどうなんだどうなんだどうなんだね。 まあ、あまり推測しちゃいけませんけど、最初のところのところは、私を言ってることに肯定するようなコメントがつき、最後の方は、それ以外のところで、潰せ、潰せ、潰せでしょもう、もう、目、見えるもん、これ。どういう状況が、私の見えないところで。もう、なもう、6年目なんで、わかりますよ。しかもこういうことやってるっていう。ああ、なんだ、そうか。そういうことを言われちゃ困る人たちが一定数いるんだ。擁護する人たちがいるんだっていう話で、うん。 あの、ツイッターディーム、だったらツイッターディームでこれこれって来ればいいけど、来る、うん、まあ、あのみんな、私はまだあれしてませんけど、うん、さあこれからどうしようかなって感じです、うん。で、これで、いや、あの、こんなの、あの、捕まるとかっていうことが、どうこうって言うと何とも思ってないんで、20日ぐらいまで,でも別に来ますからね、私。ええ、へっちゃらなんで。 いや、本当はこれね、前科3番なんかないよと。ね、本当に、いいとこのお坊ちゃんだっていう風にね、ブランディングを変えようと思ったけど、やっぱ無理だな、これ。うん、来るなら来いだわ、本当に。うん、来るなら来いで、だって二、二重に美味しいもんだ、ね、だって、これでまた5年は、ここで20日でもパクられた俺5年生き延びられるもんな、うん。それでこれ何もだから基礎猶予とか不基礎でその角度で来いよと。担当の名前からみんな言ってやるからな、俺本当 だって、もしこれ愛知県警なら言いたいこと山盛りあるもんな、俺。うん。え、今と昔と違うじゃん、つって。ね。いや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 ,いやって思うかもしれないけど。まだ私を捕まえたね、担当の人たちは。まだ偉いさんでいるんだよ。うん、<laughs> 一つも、だってこれ何年もやってるけど、何年もやってるけど、警察関係者とかそういうとこから私連絡一個もない。だけど、そうじゃないような、もうちょっと少ない数字の人でも、 ね、公安だったり、なんだって、アポ、あの、アポあるらしいもんね、いろいろ。私、何にもないよね。何にもない。何にもない。おうん。不思議でなりませんよ。聞きに来てくれたら何でも教えるのに。うん。ね社会の情報、反射情報、いろいろ知ってるのに、聞きに来ればいいのに。なんで聞きに来ないのかな。私、あの、ところ結構入るよ。うん。ね私もね、タッケン太郎じゃないよ。リテラシー。皆様のリテラシーで <laughs>、あの、放送しておりますからね。 いや、ダメならダメって叱ってくれるコメントで叱られてもな。なんでやっぱり、それならそうで、私はこれこれこういうもので、こういう風なんですが、こうこうこうっていう風に言ってくれれば、だって私だって、ちゃんと法人持ってますし、法人で取引するのは出版社しかしてません。なぜかって言ったら法人の名前言った時でもう分かっちゃいますもんね。 私代表取締役で、あの、会社を持ってますから、これって私にとってはリスクでしかない。でも、ちゃんとやるには、あの、業をやるにはそうしないといけないわけですよ。人の名前でとかできないから。かなりのことやってるんで、それはもう、やっぱり、あの、信用できるのは出版社しかないので、はい。そこ以外のはこの名前ではやりませんけど、それならそういうふうに、ちゃんと身分を明かしてくれるんなら、ね、私も身分を明かしてお話ししますし。うん。そうなんですよ。別に。ね。 えー、いろいろね、ご接続をもっともでございますが、私もそれなりのね、過去でやっておりますのでね、ありがたいなと思いますけど、はい。ね、私も覚悟を持ってるんで、ね、覚悟を持ってコメントしてください。よろしくお願いします。